はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬隼人でございます。前回はですね、こちらデラックスレベルアッピングエグゼイトプログレス機を紹介しました。次はこちらデラックスベストマッチングビルのプログレス機。では早速開けていく前に、はい、俺が見せー、オーソライズ。さすがに振っちゃまずい。なあ、いつのせいだ、レッツイート、ワールドイズオルナミンスイ。元気な雑ですよ。さあ参りましょう。上にはビルド。ベストマッチングビルドにプログライズと。ん？ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って。もうラビットのこの耳の部分、ほら、穴開いちゃってるよ。ピアスでも刺せってか。はい、箱の横には01とビルド。星裏がこんな感じ。ビルド！え？何？パチパチ！よっしゅ！はい、本体見ていきましょう。ベストマッチングビルド。アビリティがジーニアス。その下にはビルドのお顔が。ちょっとオレンジ色がかかったレッドに、裏がちょっと濃いめのブルー。ね、今まで出てきたレジェンドプログレス機の中で、一番配色がベストマッチな気がするんだけど。はい、展開。左にはビルドのライダーズクエスト。で、右にはビルドのお顔。さらに右に行くと、こっちにもビルドのライダーズクエスト。このタンク側が青っぽい感じで、で、このラビット側になるとこの赤い感じね。では音声聞いていきましょう。変に！ビルドズアビリティと。なんか発音良すぎてそういう風に聞こえないんだけど。はい、展開して。ビルドアビリティ。じゃあ01ドライバーにさせていきましょう。今思った。ドライブどうすんの？よし、行こう。はい、ということで今回はデラックスベストマッチングビルドプログライズ機を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。